任命式に登場したのは東海オンエアのメンバーから虫眼鏡さん、りょうさん、そして他のメンバーに見立てた人形を従えた哲也さんの3人です。中根康弘岡崎市長から任命書を渡された後、近況報告をしたり、最近の岡崎のグルメについて話すなどしていました。僕たちの活動自体が10周年迎えましたので、次回10年目も任命していただけるように頑張りたいと思います。観光伝道師とは、多方面で活躍する人に市が観光の PR などを担ってもらおうと人材選定し委嘱しているもので、東海オンエアは2016年から続いていて、今回で9回目となります。